皆さんこんにちは、渡辺です。今日はな、ねえな、美咲さんでちょっとまたアレンジをやっていこうと思うんですけどまあカジュアルな感じのアレンジ、ちょっと3つは見つかって、まあ、簡単にできるアレンジ作っていこうと思いますんで、よかったら参考にしてみてください。では始めていきます。